はいどうも、白熊先生です。今日はですね、チャンネル登録者数11万人を超える人気 YouTuber のともきんさんがですね、まあテレビからオファーがありまして、テレビの出演オファーがあったんですけど、それがかなり YouTuber のことを舐めてる内容だったので、それをまあ断って、プラス Twitter でですね、その内容を全部暴露したんですね。その結果、今 YouTuber のともきんさんにかなり注目が集まってるんですけども、今回はその詳細と、じゃあこれが一体どっちが悪かったのか、原因は何なのかってことについていろいろ話したいと思います。まずですね、まあ、内容を振り返っていきますと、このともきんさんはですね、まあ、ボイスパーカッション系の動画とかを上げてる登録者数11万人を超える人気 YouTuber なんですね。で、そんなともきんさんのところにですね、テレビ局からテレビに出てくださいって依頼があったんですよ。で、企画は何かっていうと、まあ、こういう風に多様化でいろんな仕事がある世の中で、ともきんさんみたいに自分のしたい仕事をして自分らしく生きてる人の話を伺いたいからっていうような企画だったらしいんですね。で、それに快諾して何回か打ち合わせをしたらしいんですよ。で、打ち合わせをしていくうちにどうやら話がどんどん変わってきたらしくて、その自分らしい生き方よりも、それよりも世間の人は YouTuber のその収益関係について聞きたいと、一体一本の動画でいくらくらい儲かってるのかとかね、収益のシステムは何なのかとか、そういうことを話してほしいっていうふうに話が変わってきたらしいんですね。で、そこに対してともきんさんはかなり不信感を抱いてたらしいんですけど、さらに話が進むにつれて、最終的にこういう風に動画さえ上げてれば、あとは外で遊んでてもお金が楽にして入ってくる、そんな感じのことが聞きたいんですよ、みたいな感じにしてきたらしいんですね。で、もっと言うと番組内でそれについて出演者、要はテレビの出演者が批判したりとか、そこについて討論になるかもしれませんけど、まあそれも向こうは本気で言ってるわけじゃないんで、みたいな感じでの、まあ説明がされたらしいんですね。要は何が言いたいかっていうと、テレビ側としては、YouTuber でとして、まあ、働いてるそのともきんさんという若者を楽してお金がもらってる、こんな人どうですかみたいな感じで使おうとしたんですね。まあその中で多分僕が思うに、そのなんか大物芸能人みたいな人が YouTuber みたいなもんはとかってこう討論させて盛り上げさせようとしたんじゃないかなと思うんですよ。でそれに対してともきんさんはかなり怒ってその仕事を断り、まあそのことを全て Twitter でバラしたっていうのが一連の経緯なんですね。うん。で、まあ、まず第一に僕が思うのは、このともきんさんが怒るのはしょうがないことだと思うんですね。やっぱり特にともきんさんの動画っていうのは、ボイスパーカッションとかの動画ですから、あれめちゃくちゃ何回も撮り直したり練習したりとかして、編集したりとかして、まあ、ものすごく時間もかかってるし、まあ、なんとなくパッて持ったらもうピンって上げて、お金稼いでるわけじゃないと思うんですよ。ってなった時に、まあ、そのともきんさんがね、自分のしてる、その、まあ、自分なりに誇りを持ってやってる仕事を、そういう扱われ方したら怒るっていうのは、まあ、これはしょうがないことだと思うんですよ。うん。ただですね、僕が一個思うのは、テレビ側、僕バラエティ大好き、テレビ結構いっぱい見てるんですけど、結構ですね、僕見てて思うのは、そのバラエティ番組とか普通のテレビ番組においても、YouTuber の人を呼ぶときっていうのは、毎回出し方が一緒なんですよね、出し方。まあ、それは何かっていうと、要は、人気 YouTuber を呼んで、YouTuber って一体どんな仕事？お金はどういう風に儲けてるの？ぶっちゃけ月収いくら？みたいな。YouTuber の撮影現場に密着？みたいな。どんな風にして動画が上がるのかとか、そんなことばっかやってません？どうですかね？つまり YouTuber として呼ばれて、そのお金の話とか裏側の話だけをするだけして、もう呼ばれないってパターンがすごく多いんですよ。要は単発的な呼ばれ方っていうか、今日のテーマは YouTuber とか、今日のテーマはネットでお金を稼ぐ人みたいな感じで呼ばれて、話だけして、そういう裏側とか、はいじゃあさようならっていう、まあ使い捨てっていうと言い方悪いですけど、そういう使い方ばっかされてるんだよね。まあ言ってみたら、今回のともきんさんもそういう使われ方をしようと、まあされようとしていたわけじゃないですか。うん。で、まあ正直昔に比べると、昔はね、YouTuber ってものがもっとこうブワーってきた時は、結構そういう番組いっぱいあったんですけど、最近はですね、そういう番組自体が少なくなってきたんですよね。その結果何が起きたかっていうと、正直 YouTuber 自体が昔に比べるとそこまでテレビには出てないみたいな感じになってきたんですよ。うん。で、それに関して僕が思うのは何かっていうと、多分ですね、テレビ局っていうのは YouTuber の使い方がまだ全然分かってないんですよね。うん。というか逆に言うと、それ以外の使い方ができないのが YouTuber だと思うんですよ。うん。これどういうことかって言いますと、まあ、テレビで例えばですけど、なんかバラエティ番組とかグルメ番組とかいろんな番組あるじゃないですか。あれってものすごくあの中で競争が行われてるわけですよ。あのテレビ番組で芸人だったり女タレントだったりとか俳優女優っていうのはめちゃくちゃいるわけで、その中で日々戦いが行われてるわけですよ。で、その中でこいつ出したら面白くなるぞとか、こいつ出したら番組がうまく回るぞってやつは残してきて、ダメなやつらちょっと出したらはいもう出さないみたいな感じで蹴落とされてて、でも新しいやつはまた出てきてみたいな感じで、すごいあの中で戦いが行われてるわけですよね。ってなった時に、ああいう場に普通のに人気が確かにあるからって、 YouTuber をポンって入れたからって、その YouTuber が活躍できますかって話なんですよ。わかりますかね。例えば普通にトーク番組に YouTuber がポンって出たり、お笑い番組に YouTuber がポンって出たりとかした時に、そこ、まあ、正直ちょこちょこは今まで見たんですけど、活躍できてた試しがないんですよね。うん。
まあ、唯一ヒカキンさんくらいが、まあ、日本一の YouTuber みたいな感じに、ね、扱われてますから、結構その、ね、その YouTuber としてというよりも人一パネラーとして呼ばれることは結構あるんですけど、やっぱりその中でもいろんな番組見てるとヒカキンさんがその中であんまり活躍してるとこって見たことないんですよね。まあ、でもそれって当たり前じゃないですか。だってヒカキンさんとかそういう YouTuber の人って、まあ、その自分の YouTube チャンネルの中では魅力をもう 100% 発揮できるけど、じゃあそれをテレビ番組の中にポン入ってらっしゃいってなった時に、その中でブワーって立ち回れるかって言ったら、それは難しいですよ。現にヒカキンさんもちょっと前に、さんま御殿っていうね、あのさんまの番組、トーク番組出てたんですけど、その中だともうグズグズで全然うまく喋れなかったし、人の話に入っていっちゃうしって、かなりちょっとグダグダになっちゃったんですよね。まあでも番組的にはそれをさんまさんがバーっていじって笑いにして面白くなってオンエアされてたから、まあそれはそれでよしだと思うんですけど、つまりですね、僕は何が言いたいかっていうと、そのめちゃくちゃ競争が行われている厳しいテレビ社会において YouTuber っていう YouTube の中ではもう抜群にパワーを発揮できる人を、はいじゃあこれ普通のゲストとして出しましょうって言ったって活躍できるはずもないし、そもそもでもっと言うと呼ぶ意味もないんですよね。そこで行われている戦いのそういうねコメントの中にわざわざその YouTube の人をその中に入れるってことをテレビ側がする、そんなリスクはしないんですよ。じゃあどうやって呼ぶの、どうやって YouTuber 呼ぶのって言ったら、さっきも言いましたけど、そういう普通の番組の中の1パネラーとして呼ぶんじゃなくて YouTuber 特集みたいなネット特集みたいな時にちょっと出てくださいよって呼ぶわけですよ。だからこそ一番最初の話とか、まあ最初結構前の方の話に戻りますけど、 YouTuber っていうのはテレビの出方がね、今言ったそのトモキンさんみたいなそのネット特集、こういう生き方特集、若者に人気の仕事特集みたいな、そういう特集の仕事特集の番組のまあ、一要因というか、一もうそんなんていうんでしょう、そのこれだけに呼ばれるだけで、それ呼ばれたらもう呼ばれないってパターンが多くなっちゃうっていうことなんですね。うん、まあでもそれはやっぱりその YouTuber 側からするとですよ、じゃあそういうことされテレビに呼ばれてもそういう呼ばれ方するんだったらもう出ないっていうトモキンさんのね意見っていうのは僕はそれ正しいと思うんですよ。うん、だってテレビがもうそれ以外の使い方ができないわけですからね。じゃあ逆に YouTuber 側だって、いやいや僕たちをそういう使い方で呼ぶのはやめてくださいよ、テレビに呼んでくれるのは嬉しいですけど、それだったら普通に芸能人とか芸人とかああいう感じで女タレントみたいな感じで普通に一人のなんか人気者して呼んでくださいよってとも言えないじゃないですか。だってそんなこと言って、じゃあそれで呼びましょうかって言って呼んだところで、さっきも言いましたけど活躍できるわけがないですからね。その人たちは YouTuber としてはめちゃくちゃ優秀ですけど、テレビタレントとしては全然ダメになっちゃうに決まってますからね。戦ってる現場が違いますから。うん、まあだからこそですよ、だからこそこれちょっとまとめに入りますけども、もう YouTuber の人は基本僕テレビに出なくていいと思いますよ、本当に。うん、だってテレビ側もそういう使い方しか方法がまだないんですもん。うん、ねそれ以外の方法でじゃあやろうってなってもその実力は YouTuber 側には期待できないし、うん、ねだから YouTuber も呼ばれるって言ったらもうそういう呼ばれ方しかできないんですから、もうねここはもうお互い触れ合わなくていいんじゃないのかなって僕は思いますね、本当に。うん、まあ、ヒカキンさんみたいに、まあ、YouTuber の象徴的なね、役割になってる人は、これから先もちょこちょこはね、そういう、なんて言うんでしょう、パネラー的な感じで呼ばれるとは思いますけども、まあ、それでもやっぱり、未だに単発感は強いですし、うん、そこまで正直活躍してるとこも見たことないし、テレビ番組においての話ですよ、ヒカキンさんが。うん、まあ、だから、あんまりね、その YouTuber とテレビっていうのは、食い合わせが悪いっていうか、水と油的な感じがすると思うんですよね。お互いのいいとこが活かせれないみたいな。うん、まあ、だからもうそのねテレビ側も変にその YouTuber の人をね貶めるじゃないですけど笑い物にするみたいな、そういう感じのね呼び方、なんか嫌なやつというか楽して金儲けしてるっていう呼び方するのもあれだしね、そういう呼ばれ方しかできない YouTuber っていう職業のっていうことを自分も分かってるんだったら、そういうところにもトモキンさんみたいに出なければいいしっていうふうに僕は思いますね。はい、お互い触れ合わないのが一番ってことです。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。